今回は3文字の漢字穴埋めクイズです。上と左から読んでくださいね。制限時間は15秒。問題は全部で20問になります。1問目です。空欄に漢字を入れて単語を作ってみましょう。答えです。苦労話、功労賞。共通の文字は労、ねぎらうという字になります。2問目です。空欄に漢字を入れて単語を作ってみましょう。答えです。熱中症、車中泊。共通の文字は中という字になります。3問目です。空欄に漢字を入れて単語を作ってみましょう。答えです。無意識、美意識。共通の文字は意という字になります。4問目です。空欄に漢字を入れて単語を作ってみましょう。答えです。管理人、処理水。共通の文字は理という字になります。5問目です。空欄に漢字を入れて単語を作ってみましょう。答えです。主導権、歩道歴。共通の文字は導くという文字になります。6問目です。空欄に漢字を入れて単語を作ってみましょう。答えです。利用者、不用品。共通の文字は用という文字になります。7問目です。空欄に漢字を入れて単語を作ってみましょう。答えです。機動隊、不動産。共通の文字は動、動くという文字になります。8問目です。空欄に漢字を入れて単語を作ってみましょう。答えです。外科医、理科室。共通の文字は科という文字になります。9問目です。空欄に漢字を入れて単語を作ってみましょう。答えです。手料理、診療金。共通の文字は料という字になります。10問目です。空欄に漢字を入れて単語を作ってみましょう。共通の漢字の読みは違っても構いません。答えです。寝物語、博物館。共通の文字は物、物という字になります。
11問目です。空欄に漢字を入れて単語を作ってみましょう。共通の漢字の読みは違っても構いません。答えです。育児、回帰、祝い。縦読みはくと読みますが、一般的にはきという字になります。12問目です。空欄に漢字を入れて単語を作ってみましょう。答えです。未開地、展開図。共通の文字は開という漢字になります。13問目です。空欄に漢字を入れて単語を作ってみましょう。共通の漢字の読みは違っても構いません。答えです。出来事、風来坊。共通の文字は木などの読み方の字になります。14問目です。空欄に漢字を入れて単語を作ってみましょう。答えです。有頂天、仏頂面。共通の文字は頂という漢字になります。15問目です。空欄に漢字を入れて単語を作ってみましょう。答えです。美少女、幼少期。共通の文字は少という漢字になります。16問目です。空欄に漢字を入れて単語を作ってみましょう。答えです。高速艇、加速度。共通の文字は速という漢字になります。17問目です。空欄に漢字を入れて単語を作ってみましょう。答えです。自治体、法治国。共通の文字は市という漢字になります。18問目です。空欄に漢字を入れて単語を作ってみましょう。答えです。重役会、市役所。共通の文字は役という漢字になります。19問目です。空欄に漢字を入れて単語を作ってみましょう。答えです。修正剤、養成所。共通の文字は正という漢字になります。最後の20問目です。空欄に漢字を入れて単語を作ってみましょう。答えです。経営難、非営利。共通の文字は営利という漢字になります。よかったらグッドボタン、チャンネル登録、シェアなどよろしくお願いします。ではまた次のクイズで会いましょう。